それをやっちゃ困りますよ。ガチャ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 間に入って余計なことを言ったりしてはダメなんですよ。そうするとどうなるかは一番皆様がよくお分かりになってらっしゃるでしょうかってね。だほっといて。多分ね、一ヶ月ぐらいはね、もう小峠言うと思うけど、病気だと思ってるな、私ね。だから、ほっといてくれればな、と。こちらはね、デラックスって方ね、両方買ってきたんだけど、で、こういうのも売ってるんで、これもセットなんだけど、ああ、もうこういうレトルトになってんだね。で、こう、七草がこうやって入ってるんだよ。こういう感じで。1、2号。ここに水入れてあげればいいんだよ、こうやって。あ、やだ。ほら、白いの出てきたでしょ、白いの。お水遊びみたいな。ほら、濁ってきたでしょ、だんだんほら。まあいいや、これでいいかな、洗いは。一回でいいや。3倍ね。3倍になったかな、ちょっと待って。もっとそんなに入れる？おー！めんどくさい。結局、こんなに入れちゃう？そうでしょ？これ3倍だよ、これ。こんないる？ねえ、米が多いから水も多いということでね。よし。で、加熱、温度はまあ普通でいいのかな？音源をください。で、こっからですよ。49回ね。せーの。リズムからに行かなきゃダメだからね。このリズムはもして。1、2、ちょっと待って、失敗。1、2、
に、ちょっと待って、片手しかできない。ちょっと待って、ちゃん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 、三四。で、もうこれは入れなきゃダメなのかな、中に。おっと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 。なにこれ。さすが、お料理上手。成功じゃん、今日は。見えるかな。ちょっと味見。あ、もういい。もうグーだね。おい、オッケー。入れまーす。すんげー匂い。くさ。くせー。なんか泥くさ。マジくせえ。よし、じゃあ火止めました。さあ、七草がゆの完成でございます。わお、あーいいね、美味しそう。見た目はね、ふじっこの塩昆布をパラパラパラーってやってあげてね。この大きい丼はね、イーストテーブルってとこかな。こういう感じでね。いただきまーす。それぐらい。もっと鮭入れようかな。うん、ほんだ、塩分ほぼ味ついてないぞ。パパパパ、ジャンクフードポ、同じナフサのセット300、ハームズとか食べた。なんだね、バードなんとか。うん。社会現象のやつだとね。うん、グロッ、うん、それで話題になったの。今度真似する人いるじゃん。うん、ここ女性もなんない、ふわっぺな。あ、うまい。それが気持ちいいんだって、気持ち悪い。そんな。うん、ちょわってね。皆さん、なんと、お正月の3日間で私、なんと、30万円以上、お年玉をいただきました。お布施を含めると60万円以上皆様にご協力いただきました。うん、うん、あれ調理か、うん、ラブピーチュ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 。だから
まあキャストつけるのなんだろうなと思ってたの。はね。先行投資して、ね。もうそうそうそう時期かしら。あーそのおばさまたちは。ちょっとお腹いっぱいになってきた。まだ売ってないのもやっぱパフェ。どんなに来た？自信があるもん私。だから、でも一回だけチューしたんだよね。